熱くない。熱くない。こちら側がキーボード小林泉です。キーボード石川清澄です。ギターこれかたひろくに。ドラムス宮崎雅宏。ベース田中明宏。パーカッション木村誠。パーカッション菅原祐希です。
横浜スタジアムはご存知のように太陽ホエールズのフランチャイズですね。その野球場に作られたステージはスコアボードの下です。センターの守備位置の辺ですね。お客さんは内野のダイヤモンドあたりのアリーナ席、それからバックネットの内野スタンドにぎっしり、3万人近くお客さんが入ったんだそうです。ステージの上手と下手には10個ずつの大きなスピーカーが組み上げられております。スコアボードの電光掲示板にスクリーンがありますね。このスクリーンに時にはプレー中の高中の姿が、それから時には高中サマーライブスーパーセッションの A 文字が映し出されて、これを見るのもなかなか楽しいことでありました。さて高中正義、1953年3月27日東京生まれです。1970年にアマチュアバンドエスケープを結成いたしました。1971年に鳴茂茂、角田博らとフライドエッグを結成して、翌年はサディスティックミカバンドに参加をいたしました。1976年サディスティックス結成にも参加をしましたね。その後ソロギタリストになってさまざまなセッションを作って活躍中。レコードもたくさん作りました。最近はトロピカルな雰囲気、清涼飲料水のような爽やかな演奏をいたします。それではパート2の曲をご紹介いたしましょう。サンダーストーム、そしてトロピックバーズとプラムドバーズを続けて、高中正義グループです。
Thank you.